あらら、誰でもいないね。ごめん。遅くなったよ。ごめん、遅れちゃって。だから、アイスごちそうするから許してよ。いいよ、行きましょう。はい、ゆなちゃん見てごらん、これ全部73種類あるんだよ。おー、多すぎるね。どうする？どうする？で、この中でね、ほら、変わったアイスを食べてみようかなと思って。どうです？3種類。ごちそうするよ、僕が。じゃあ、キク、どうぞ選んでください。うん、わかったよ。私、何でもいいです。わかりました。はい、ゆなちゃん、お待たせ。アイスですよ。どう？これはどんな味ですか？食べてみてよ、食べて。はい、じゃあいただきます。どうぞ食べてみて。なんだい？これは何？当ててごらん。ちょっとしょっぱい。本当にしょっぱい。なんか不思議な味ですよ。実はね、これね、豚足なんだよ。豚足？うん。豚足で作ったのアイスクリーム？じゃあ全部どうぞ。俺が食べるの？うん。分かった。見てごらん、ほら。豚の皮がここにちゃんと乗ってあるんで、ちょっと食べてみますね。うん。食べた食感はアイスみたいだけど、徐々になんかちょっとなんか豚のちょっと匂いがして、でも僕はこれ全然いけますね。うまいですね。キク、はい、最初の味ダメよ。ダメかい？うん、次大丈夫かな。大丈夫、信じてくれ。本当、私の好み本当に分かる？分かってるよ。じゃあ次。次、もう用意したよ。これだよ。え、これは何ですか？嗅いでごらん。いい匂いだ。いい匂いだね。まさか。まさかのまさかだよ。お酒？そう。わー！ゆうなの大好きなお酒だよ。いただきまーす。なんかお酒の匂いが強いなので、結構いいと思う。合う。これはアルコール何パーセント？確かね、58だったよ。58？ うん。私の好み。あ、そう。あ、よかった。これ、100点あげます。ああ、よかった。おすすめですよ。でも、飲酒運転はしないようにね。なにこれ？甘くない。お酒だ。アルコールだ。匂いがポーン。今の心はデザート食べたいな。食べたいかい、デザート。デザート味あるの？あるよ、もちろん。準備してあるよ、ほら、ブワーン。デザートやで。抹茶？抹茶だと思う。食べてごらん。はい、じゃあ、いただきます。匂いはどうなんだい？あまり匂いがない。匂いはしないね。なんだい、これは。当ててごらん。フルーツ？いや、フルーツじゃない。なんか、優しい味かな。優しい味？うん。なんだと思って。緑っぽい、甘い。バジル？ペンパー。正解。正解かんな。全然匂いしない。じゃあ、まず味の方から。どう？もうこれ思いっきりバジルだね。あ、でも甘い。甘いでしょ。うん、これ俺の中で一番だな、今までのやつ。お、3種類の中で一番好き？うん、ガオリアンのがいいな、やっぱり。ガオリアンが最高よ。でもこれうまい。ほら。あ、女の子好きとか。これ女の子好きやね、俺。うん、これね、食べたらね、俺多分俺ね、女の子になっちゃうよ、これ。今も女の子よ。あ、そう。じゃあいいの？いいよ。
したか。ありがとう、菊、ごちそうさまでした。いえいえ、じゃあ、僕、お金払いに行くね。ありがとう。うん。あ、ごめん。金忘れちゃったよ。お前。ごめん。ごめん。以上、ガルマコ TV でした。チャンネル登録の機会、お願いします。行こう。